FIFA クラブワールドカップ2015は2015年12月10日から12月20日にかけて日本で開催された第12回目の FIFA クラブワールドカップである日本での開催は通算7回目である前回の2014年モロッコ大会をもってトヨタ自動車株式会社がカンムリ共産スポンサーを撤退しカンムリ共産は中国の情報技術メーカーアリババグループ ダイオ、アリーババイ、オートプレゼンツ、フィファクラブワールドカップ2015と改めた。また、大会期間中に、日本で開催予定だった、フィファ理事会は、スイスチューリッヒの本部での開催に変更となった。今大会の公式試合玉はエレホタであり、2016年のリオデジャネイロオリンピックの試合玉のほか、2016年に開催される、フィファ主催大会でも使用される。 会場に大阪長井スタジアムが選ばれ、関西地区で初めてのクラブワールドカップ開催となった。2015年11月10日に今大会に参加する審判が発表された。大会の日程が2015年8月24日に FIFA より発表された。組み合わせ抽選は9月23日にスイスチューリッヒの FIFA 本部で実施された。チーム 1V、チーム2、チーム 1V。 チームに、チーム1 v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  チームに、ありがとうございます。